こんにちは、ちあこです。今日はですね、私が今まで食べた中で一番美味しいナッツをご紹介したいと思います。今日ご紹介させていただくのは、豆人というところのカシューナッツです。ずっと食べたいなと思っていたんですが、ちょうどですね、買いに行く機会がありまして、もうね、食べたらもう美味しい、何これっていう、何この美味しさっていう感じで、でそのナッツを買いに行った時に、お店の方からナッツに対する熱い思いであったりとか、こうナッツを広めたいっていうね、お気持ちを聞いて、私もこうバレを広めたいと思ってるので、広めたいものは違えど、あー、わかるなーって思って、でナッツもね、本当に美味しかったので、まあ、ちょこっと私も YouTube やってて、でもしよかったらができることがあればっていうお話をさせていただいてたんですけど、でその時にですね、全種類買うぐらいの勢いで買ったんですね。でインスタのストーリーにこう載せたら、豆人さんからご連絡をいただきまして、2月に5周年のイベントをするので、もしよかったら一緒にやりませんかっていうお話をいただきまして、でそのお話が、進んでいるんですけど、ちょっとその前にですね、ベスト5を選んでくださいと言われて、1位をつけるのってもう難しいんですね。だって全部1位やしっていう感じなんですけど、なんとかベスト5を自分の中で決めまして、でそちらをですね送ってくださったので、これからちょっとこのベスト5のナッツを、ご紹介したいと思います。それではちょっと長くなったんですけれども、めちゃめちゃ美味しい豆人のカシューナッツのご紹介、いってみよう。はい、ということで前回買ってきたカシューナッツたちはこちら、じゃーん。もうね、なくなったのもあるんですけど、こんなにね、たくさん買いました。そして今回いただいたのが、じゃん、今回送っていただきました、ベスト5のナッツたちがここにおります。まあね、全部1位なので、ちょっともう本当に辛かったです、順番をつけるのは。じゃあまずは私のベスト5のお味からご紹介していきます。こっちからですね、しそ味、これはカシューナッツではないんですけど、そら豆ですね。で、こちらがですね、アールグレイカシューナッツで、こちらが、抹茶カシューナッツ、そしてこれがですね、メープルカシューナッツで、こっちはですね、チーズパンプキン、これは、かぼちゃの種です。めちゃめちゃ美味しい。こちらが開いているんですけれども、せっかくいただきましたので、新しいものをちょっと開封させていただこうかなと思います。じゃあまずは私の大好きなこのアールグレイからいただきます。うん、おいしい。アールグレイ、もうアールグレイ食べてるみたい。私紅茶大好きなんですけども、これほんまに美味しいです。じゃあ次はカシューナッツじゃないんですけど、このしそら豆というそら豆ですね。これは甘い系じゃなくて、なんていうんやろ、しょっぱい系、塩味系です。これが美味しい。いただきます。うん、めちゃうま、めちゃうまです。しその味がしっかりしてる、美味しい。そして次ですね、じゃん、こちらはですね、抹茶、もうびっくりする抹茶、いただきます。うん、おいしい。ね、なんでこんな抹茶っていう抹茶、抹茶が本格的すぎる、本当に抹茶漬けにはたまらん抹茶です、これは。では次、チーズパンプキンですね。これはね、ちょっとちっちゃめです、かぼちゃの種なので。うん、止まらない味です。甘じょっぱいっていう感じなんですかね。もうこれはね、止まらんやつです。で、最後、これ、メープルカシューナッツですね。メープルいただきます。もうメープル、しっかりメープル、おいしい。メープルシロップってカナダじゃないですか。だからカナダの香りがします。美味しい。で今私のね、ベスト5を食べたんですけど、他にもね、美味しいのがね、いっぱいあって、桜。桜も美味しいです。ただ食べたいだけ。うーん、春ですね、桜。ちょっとね、ここの下にね、竹炭カシューナッツもあるんですよ。これもね、美味しいんです。
何やろね、この美味しさ。はい、まあちょっとね、撮影忘れてボリボリ食べてたんですけど、2月に5周年ということで、5周年のイベントをね、一緒にやりませんかっていうことを言っていただきましたので、ちょっとこれからですね、そちらのお話を詳しく聞きに行きたいと思います。シュッ。はい、ということで改めまして、カシューナッツ専門店豆人の、店主さんの、中村さんでーす。キラキラキラありがとうございます。今日はありがとうございます。いや、こちらこそ。初めてお伺いした時に、はい、この、カシューナッツ、ナッツの、熱い、思いであったりとか、ナッツを広めたいっていうお気持ちを、伺ったんですけれども、はい、どういうふうにこだわって、はい、ナッツを作っていらっしゃるのかっていうことをちょっと、もう一度お聞きしたいなと思います。はい、もともと私整体師をしてて、食育指導に携わる仕事をしてました。で、その中でこう日々食べるものっていうのは肉だったりとかになるので、食べるものから改善してほしいなっていうところで、で注目したのが、天然のサプリメントって言われるナッツなんですよ。ナッツにはミネラルがたくさん入ってます。なのでプロのアスリートだったりとか、はい、モデルさんっていうのは、体のコンディションを整えるためにナッツを摂取してることが多いんです。なるほど。はい、ただ一番大事なことは、私たちが直接海外から輸入をして、手作りして販売まで全てしてるんですけど、なんでこれをしてるかというと、ナッツっていうのは取れたての方が鮮度がいいですね。で、鮮度がいい状態の酸化してないナッツが体にいい。でも日本はナッツが取れないですよね。海外からの輸入なので、どこで取ってどこで加工されてどういう風に売られてるかっていうのを意外に分からなくないですか？分からないです。全然知らないです。最終加工地が原産国になっちゃうんですよ。だ、例えば今世界一の生産地はどこか知ってますか？知らないです。が、私たちが仕入れてる、ベトナムなんです。今まではベトナムでカシューナッツを取ったら一旦インドに行ってました。で、ベトナム産とかインド産とかスリランカ産とかを混砕してミックスしたものが日本の商社さんに買われて、でそれが問屋さんに行って、我々が買って加工してスーパーの問屋に行ってスーパーに並んで販売すると結構時間かかる。でそれを日本で初めてベトナムと日本ダイレクトで、仕入れをすることに成功して、で今6年目なんですけど、だからすごい新鮮っていうことですね。そうですね。その年取ったもの、どこで取ったものか分かるものを、私たちがコンディションがいいナッツに化学調味料を使わずに様々な味付けをして、サプリナッツっていう定義で自分的には、はい、で、あとはスーパーとかにこう陳列してるとどうしてもスポットライト当ててくれますよね、商品がこう華やかに見えるように。ああいう、こう紫外線とかでどうしてもナッツの油の酸化が進んでしまうので、なんで私たちはスーパーと百貨店さんから置きませんかっていうオファーをいただくんですけど、そうするとそのいい状態でナッツを伝えるっていうことが目的なので、もうそこはすいませんってして、今は夫婦と手伝ってもらうスタッフちゃんとお客様の利益になる状態の商品を直接販売するっていうところをもう淡々とやっております。でも前振りでもご紹介した5つなんですけれども、まずは、こちらの抹茶ですね。もうものすごく抹茶香りが良かったですすごかったです。もうこれは日本で7人しかいないお茶の品質を見る茶師の10段の資格を持ってる先生が京都にいらっしゃって選んでもらった抹茶で、お菓子に使う加工用じゃなくてお茶を立ててもいただける品です。はい、本格的な、はい、じゃあ次なんですけど、このメープルですね、メープル、もうこれもうこれももう最高です。はい、これはね、一番最初に作った味なんです。あ、そうなんですね。はい、映画館のちょっとポップコーンをイメージしてカリカリっと。なるほど。はい、でカナダ産のメープルシロップを 100% 使ってます。前振りでも言ってたんですけど、はい、カナダを感じるじゃないですか。カナダを感じました。カナダを感じるとか言ってましたで、はい、次なんですが、はい、これこちらチーズパンプキンですね。はい、はい、これはもう本当に止まらない。カシューナッツ同様、カボチャの際すごい栄養が高くて、あとは六甲山のカマンベールチーズのパウダーをそのまま乗せてるので、カルシウム補給にも良くて、多分この子は日本の豆屋の中でうちしか多分作ってないフレーバーで、もうリピーターさんも一番多い品です。なんか絶妙な癖になる、癖になる塩味と、はい、
あ、わかります、甘じょっぱい感じが、はい、次なんですが、はい、これ、しそ、しそ味ですよね、このしそ味の、はい、そら豆ですか、はい、これはオーストラリア産の大きいそら豆に和歌山県の龍神村で育てた無農薬で育てた赤しそをたっぷり乗せて、まあ、女性の方とかってアロマでこうリラックス効果が高めで、まあ、そういった思いで作りました。うーん、めちゃくちゃ美味しい。いや、美味しいですね。ワインにも相性がいいですね。はい、で最後なんですけども、はい、こちらがアールグレイです、はい、もうこれは間違いないですね。毎年1回お客様に豆人総選挙をして、一番好きな味を投票してもらうんです。でこの子は2年1位。あ、はい、さすがアールグレイ、はい、茶葉自体はスリランカの新茶に、天然のベルガモットの香料を載せてます。でカロリーも気になるので豆乳をベースに作ってます。それは女性にありがたいですよね、はい、もう女性に一番人気の一品です。5周年のイベントに参加させていただけるということなんですけども、はい、何をさせていただけるんでしょうか。せっかくなので、はい、1日体験アルバイトをしてみませんか。え、アルバイトですか、はい、いいんですか。あ、はい、ぜひぜひ。嬉しい。はい、ということで、今ちょっとね打ち合わせをさせていただきまして、はい、ありがとうございました。とんでもないです。ちょっと日程などが決まりましたので、発表させていただきます。2月20日に、アルバイト体験をさせていただきます。で、時間なんですけれども、こちらのオープン12時からですね、はい、はい、このオープンの時間とともに12時から、お昼の3時頃まで、はい、ちょっとアルバイト体験をさせていただきます、はい、ありがとうございます。とんでもないですってなってたんですけど、クソクソクソ、コロスケ、コロスケ、コロスケですね、コロスケのせいで今日緊急事態宣言が延長になってしまって、で人がねたくさん集まるイベントなどは良くないということで、今回のですねアルバイト体験は、中止となりました。あー、コロスケなんですけども、私が選んだナッツのベスト5を、チアコセレクションとして販売してくださることになりました。ありがとうございます。セットの内容なんですけれども、ご紹介した5つのナッツ、アールグレイカシューナッツ、抹茶カシューナッツ、メープルカシューナッツ、そしてシソラ豆、そしてチーズパンプキンです。そしてこれにおまけでコーヒーが2つつくのと、あとですね、ちあこチャンネルと、豆人さんのコラボの特製ポストカードもついて、税込み2808円です。ナッツの賞味期限なんですけども、一番短いやつでも5月19日まであるそうなので、なのでゆっくりこう味を楽しんでいただけても十分に時間がありますね。全部で70セット限定販売していただけることになりまして、20セットが店頭販売、そして残りの50セットがオンライン販売となります。で今日この動画を載せている2月8日から2月28日までの限定販売で、この70セットに関しては、私が頑張って放送して、ちょっとね字あまり綺麗じゃないんですけども、ちょこっと、メッセージがつきます。バレエダンサーと食事ってやっぱりどうしても切っても切り離せない問題で、で今回ですね改めてこだわりを聞いて、やっぱり自然のものにこだわって、自然のものをしっかり取り入れて体を作るっていうのはとっても大事やなと思いました。これからやっぱりその自然のものを使った、こういいものを使ったお店であったりとか、食育系の動画も面白いかなと思います。豆人さんのナッツね、こう自然にこだわって、そして味がですね本当に美味しいので、ネットで注文していただくか、店頭までぜひ買いに来てください。それでは本日もご視聴ありがとうございました。美味しいナッツ一緒に食べましょう。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。